県新町は千葉県安房郡にかつて存在した町である。1889年、町村制の施行に伴い設置され、昭和の大合併に伴い廃止された。現在の鴨川市域の東部に位置する。南は太平洋に面し、北には成長山系が連なる。町域のほとんどが、 暴走給料に含まれる山がちな地形である。現在の鴨川市域を鴨川市成立時及びその後の合併時の町村によって4地区に区分する場合、天津小港地区の一部に位置づけられており、その西部にあたる。鴨川市域を町村西施行当時の町村によって12地区に区分する場合は、天津地区とされ、現在の大技では天津、浜尾木、 浜尾木元東飛び地、成長、四方期が含まれる。1926年時点の天津町は、東に、港村、西に、東上村、北は、君津群亀山村、泉郡老川村と接していた。当時、町は天津、浜尾木、成長の三区に分けていた。なお、天津区はさらに引き戸、芝、木戸、浜、中、宿、谷、 新たの八丁に、浜尾木区は西、中、東の三町に分けられていた。清澄山の北西に広がる、四方木は、元、和佐国に含まれ、明治の町村政施行以来、某田郡亀山村に属していた地区である。四方木が、天津町に属していたのは、1954年6月の、編入から、1955年2月に、 天津町自体が合併により廃止されるまでの半年間である。清澄さんの成長寺は平安時代に開かれた山岳信仰の寺で、日蓮がこの寺で出家特土し、また立教改装を行った寺として知られている。清澄地区は江戸時代以前に村は置かれず、清澄寺の境内であった。天神は古くは東条郷天神村を称した。 天津村は、江戸時代初期に、木の国の漁民が移住して、岩資料を始めたといい、漁業の拠点として著名であった。天津港は、江戸時代には、東まめぐる海運の避難港としても使われた。浜尾木は、古くは、東場後東場村の一部で、現那6年に、東場村から分村し浜尾木村として成立した。 原文4年5月、ロシアの日本探検船団の一隻が両船とはぐれ、天津村の沖合に停泊。地元漁民がロシア船員を招いてもてなし、航海に必要な水を提供した。北海道を除いた場合の日本本土へのロシア人の初上陸である。 安房軍域の町村制施工事の町村1、北条町2、立山町3、豊津村4、西岬崎村5、富崎村6、長尾村7、豊房村8、神戸村9、立野村10、九十村11、稲、津村、平郡21、奈義原村、後名子町。 22、船形村23、八塚村24、富浦村25、岩井村26、勝山村27、安田村28、佐久間村29、へぐり村30、滝田村31、国府村、浅比奈四41、白浜村42、七浦村43、朝日村、野土地倉町、44、健太村、 45、千歳村46、豊田村47、丸村48、北三原村49、南三原村50、和田村51、恵美村、長佐六61、太見村62、大仙村63、吉尾村64、雪村、後月村、65、田原村66、 鴨川町67、ソロ村68、西条村69、東条村70、天津村71、港村、後小港町、現在の行政区画赤、立山下も,も、鴨川市紫、南房総市大代々、巨南町1878年、千葉県に軍区町村編成法が施行されると、浜尾木村、清澄村は、それぞれ単独で古町役場を置いた。 天津村は、坂本村との連合誇張役場を置いたが、1881年に、坂本村は、天津村に編入された。1884年に、誇張役場の管轄変更が行われた際、天津村、清澄村が連合した。1889年、町村制の施行に伴い、天津村、浜尾木村、清澄村が合併し、 天津町が発足。天津村が著名であるから、これを新村名とし、また家屋が連接して、市街を形成していることから、町とした。この際、浜尾木村内にあった、東村の飛び地と、東村内にあった浜尾木村の飛び地が交換された。1929年、暴走線の数差を吉駅安房鴨川駅間が、延伸開業し、 安房天津駅が開業した。1954年、君津郡亀山村は、久留里町、松岡村と合併して、新自治体和佐町を形成したが、この際に亀山村をあざし放棄は、天津町に編入された。1955年、小港町と合併して、天津小港町の一部となり消滅した。表数、単位、人総数、単位、 世帯1888年に記された文豪取り調べ文書によれば、清澄村は農業で、他の村は漁業と農業が主であったとある。1926年の安房軍誌によれば、天神町は漁業を、主とし、商業、農業がこれに次ぐという。海産物としては、イワシカツをヒラメサバサンマが挙げられ、水産加工品として、イワシの煮干し、 カツオブシ、イワシが列挙されている。このほか林酸資源として待つ、杉の材木や、新炭が挙げられている。ありがとうございます。